皆さんこんにちは。県でおなじみの谷村新司さん。谷村新司の6月後に発覚した死の真相、逮捕事件の実態について紹介します。まずは谷村新司さんの経歴とプロフィールから紹介します。谷村新司は日本のシンガーソングライター、タレント、作詞家、作曲家、大学教授、アリスのリーダー、大阪府大阪市住之江区の出身で、同南河内郡町の町生まれの同大阪市東住吉区桑津育ち、愛称はチンペイ、血液型は AB 型、3人兄姉の次男、娘は歌手の谷村しおり、愛称のチンペイは野津江、チンペイと顔が似ているからとも、新司、新司、チンペイと変化したからとも言われている。谷村本人によれば、高校時代から下ネタを話すのが好きで、それを周りが当時ラジオ番組で下ネタを話していた野津江になぞらえたことで、気がつくとこの愛称になっていたと語っている。1997年フジテレビ系列ボキャブラ天国シリーズにてタモリが司会の座を退いたことから、谷村がヒロミと共にアラ MC に就任。新ボキャブラ天国、黄金ボキャブラ天国、家族揃ってボキャブラ天国の3シリーズ1年半にわたり活動。他にも「マガ不思議」や「これって変ですか?」など当時バラエティ番組の司会として活躍していた。2023年10月8日願い届かず帰らぬ人となった。74歳没。葬儀は15日に近親者のみで営まれ、死去は16日に公表された。改名は「テンスバルインオンクンポーラクビ新居士」。12月11日には1983年に初めてディナーショーを開催したグランドプリンスホテル新高輪にてお別れの会が執り行われ、各著名人やファンらおよそ2000人が駆けつけた。シンガーソングライター谷村新司さんが10月8日に死去した。74歳、大阪府出身。葬儀は15日に近親者のみで営まれた。2023年3月に急性腸炎で手術を行い、療養を続けていた小林明が渡り鳥シリーズでギターを弾く姿を見て、自分もモテたいとギターを練習しバンド活動を開始。1971年に堀内孝雄とアリスを結成した。翌72年、走っておいで恋人よってレコードデビュー。同年5月、矢沢透を加えて活動。当初は不遇の時期を過ごしたが、セ・ヤングの DJ で人気者になった。その後冬の稲妻、チャンピオンなどが次々とヒット。さらにソロでも活躍し、山口百恵さんに楽曲提供した「いい日旅立ち」も歌い継がれる名曲に、自身が歌った「剣」も日本国内のみならず中国、アジアで愛された。アリスは1981年に活動を停止したが、09年に再始動。今年4月、アリスの全国ツアーの来年への延期。6月には公式サイトで年内治療に専念することが発表されていた。8月の日本テレビ「24時間テレビ」で「サライ」を出演者が歌唱する場面では、病床からのメッセージが紹介された。盟友の死に堀内孝雄は、来年のツアーに向けて回復に向かっていると伺っていただけに、とても残念だ。チンペイさんが、あの時誘ってくれなかったら今の僕はありません。ずっと一緒に音楽活動ができたことが幸せでした、とコメント。矢沢透は、悲しいというより悔しいんだ。谷村は、もう僕たちのみんなの心の中にしか住む場所がないのだ。思い出せば必ず胸にやってきます。どうか谷村を忘れないでください、と悲痛な思いを語った。訃報に接してから、ずっとこの人の歌を聴いている。アリスの「帰らざる日々」、遠くで汽笛を聴きながら、冬の稲妻、チャンピオン、そして個人名義の「日はまた昇る」、群青、22歳、あの曲もこの曲も辛く苦しかった。青春時代に寄り添ってくれていたな。聴いているうちに、まるで昔の恋人の愛にようやく気がついたような心地になり、ふと夜空を見上げれば、オリオン座流星群からの流れ星が、あの人は本当に、ケン、スバル、となってしまった。歌手の谷村新司さんが、2023年10月8日、東京都内の病院で死去された、享年74、死因の詳細は伝えられていませんが、公式サイトではこう発表されている。2023年3月に、
腸炎での手術を行い療養を続けておりました谷村新司ですが、10月8日に息を引き取り永眠いたしました。本人も回復に向けて頑張っておりましたので本当に残念に思います。葬儀は近親者のみにて10月15日に執り行い、とても穏やかな顔で旅立ちましたことをご報告申し上げます。2023年10月8日、日本を代表するシンガーソングライターである谷村新司が78歳で亡くなられた。谷村新司といえば日本を代表するシンガーソングライターで、代表曲としてケンやサライカーリ、海外にも根強いファンがいるほど、その人柄と歌声で人々を魅了している。そんな谷村新司には長男谷村大輔がいる。谷村大輔は谷村家の長男として1978年に誕生し、アートディレクターで活躍している。今回はそんな谷村大輔の医者という噂、実はバツイチ、まさかの前科あり、とうとうの噂について調べてみた。谷村新司さんの息子さん、谷村大輔さんは現在45歳で、2010年に元会社経営をされていた在日韓国人3世の美智子さんと結婚され、2011年に長男の丹森くんが生まれている。谷村大輔さんは小学校から大学まで青山学院へ通われていたようだ。職業について谷村大輔が医者という噂があり調べてみましたが、そのような事実は確認できなかった。 Facebook には以前の職業として DAO アンダーラインラボのクリエイティブ事業部統括とあった。 DAO アンダーラインラボは谷村新司さんのアルバム制作などをしている会社のようだ。谷村新司は上海の大学教授も務めており、医学部に通わせたり、また予備校代を捻出する資金力くらい余裕であるでしょうから、息子が医学部を卒業していても不思議ではありませんね。ですが医者ではないようだ。谷村新司さんの息子って医者なのと思われるようになったとのことだ。そして逮捕されて前科があるという噂もある。谷村大輔はかつて谷村新司の事務所で勤務し、アートディレクターとして活躍し、CD ジャケットや映像などの作成に関わっていた。歌ではなくアートの才能があったようであり、谷村一家は芸術肌なのかもしれません。そしてなんとこの事務所で2018年11月の週刊文春からスクープ報道で、女子職員用トイレで盗撮を2回もしていたことが分かった。逮捕などはなかったそうですが、家族とはいえ社内では大きな問題となり会社を解雇されている。この事件により父谷村新司との仲も絶縁状態まで行ってしまったようだ。これが2018年の出来事で、今は2023年で5年も経っているので、関係は改善したかもしれません。続いてバツイチの噂ですが、谷村大輔は在日3世の美人韓国人の美智子さんと結婚している。彼女はファッションデザイナーとしても活躍していたことがあり、結婚式が盛大に行われてマスコミに多く報じられている。その結婚式には多くの有名人が出席されたことで話題となり、女子アナ、魚すりえさん、小島夏子さん、八木亜希子さん、女優天海祐希さんなども出席して、合計500人規模のかなり豪華な結婚式だったとのことだ。この時すでに美智子さんは妊娠6ヶ月だったそうで、2011年には丹森、丹と君が誕生している。その後もお子さんを授かりましたが、現在は離婚されている。離婚原因は以下の2つの説があるようだ。 1. 父親と同じく H であり、不倫につながった。谷村新司がアダルト系な書籍を収集していたことは有名となっていますが、谷村大輔もかなりの H なのではないかと谷村新司ファンの間で噂されている。ですが男はみんな H であり、それが不倫につながると限りません。この説は一部のファンで噂されているだけであって、離婚原因と考えるのはちょっと現実的ではないね。2. 事務所での盗撮事件により、父だけでなく妻美智子さんの信頼も失ってしまい、それが離婚につながった。父親の5000冊の成人雑誌を見て育ったことも盗撮の理由になったのかもしれませんが、盗撮によって家族は愚か、事務所をクビになって社会的な信用も失ってしまったので、悲しいことには変わりありませんね。父親としては
何歳になっても子供は子供、谷村新司にとっては頭の痛い事件だったのでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。